こんにちは。人類は紀元前から賭け事を楽しんでいたと考えられており、人類が歩んできたこれまでの悠久の歴史の中で、多くの人々がギャンブルの持つ魅力に惹かれてきました。そしてギャンブルに関わった者の中には、ギャンブルの持つ魔性の魅力に取りつかれてしまい、ギャンブルを行うために恐ろしい凶行に及ぶ者も存在しています。ということで、今回はギャンブルが原因で妻に愛想を尽かされた男が家族を皆殺しにした事件、真面目だった男がギャンブルに溺れて引き起こした消費者金融放火殺人事件、祖父に借金を断られたパチンコ中毒者による殺人事件など、ギャンブルに依存していた者たちが引き起こした残忍な事件を3つほどご紹介していきたいと思います。では行く。日立妻子6人殺害事件。日立妻子6人殺害事件とは、茨城県日立市に住んでいた事件当時32歳だった小松博文が就寝中の自身の妻子を包丁で刺し、罪のない6人もの命を奪った事件のことです。2009年5月、小松は病院の薬局の事務員として勤めていた女性と知り合うと、すぐにその女性と交際を開始し、二人の間に子供が生まれた後に小松と女性は婚姻関係を結びました。その後、二人の間に生まれた5人の子供を養うために新聞配達業や運送会社に従事していた小松でしたが、2016年6月には仕事を辞め、妻と共にパチンコに通うだけの自堕落な生活を続けました。さらにパチンコにのめり込んでいった小松は、妻に嘘の理由をでっち上げ、妻からお金を借りるようになったため、小松に愛想を尽かした妻は離婚を考え始めます。そんな中、小松の妻は生計を立てるためにスナックで働くようになるのですが、次第に妻の帰宅が遅くなっていったことに不信感を抱いた小松は、妻の浮気を疑い、2017年9月に妻の携帯電話を調べたことで妻の浮気が発覚しました。その後、浮気が発覚した妻が小松に離婚を提案すると、小松は妻が浮気相手との縁を切ることを条件に妻の提案を承諾します。ですが、妻が小松の提示した条件を承諾した後に、浮気相手のアパートの前に妻が所有していた車が止まっているのを小松が発見したことで、小松は浮気相手と妻への嫉妬に狂い、自身の妻の殺害を考えるようになりました。その一方で、小松と妻には5人の子供がいたため、小松も当初は犯行に及んだ場合は子供たちが殺人犯を父親に持つことになると考え、殺人を犯すことを躊躇していたのですが、妻を浮気相手に取られるぐらいならば殺した方がいいと次第に思うようになり、小松は妻の殺害を決意します。そして2017年10月6日4時40分頃、自宅の和室で就寝中だった妻と子供5人を包丁で複数回刺すと、玄関にガソリンをまいてライターで着火し、6人を殺害しました。その後、ガソリンをかぶった小松でしたが、結局死の恐怖に耐えかねて着火することはできず、最終的に小松は警察に自首し、殺人容疑で逮捕されました。今回の事件をめぐって開かれた裁判にて、弁護側は、妻から離婚を切り出された小松は睡眠障害に陥り、善悪の判断能力や行動を制御する能力が失われていたため、事件当時の小松は責任能力に問題があったと小松の無罪を主張します。その一方で、検察側は小松は出頭した際に事件の経緯を説明できていたため完全に責任能力があったと主張し、弁護側の意見と真っ向から対立しました。その後、裁判長は6人の生命を奪った小松の罪は重く、事前に凶器を用意する計画性の高さや、妻を浮気相手に取られたくないという身勝手な動機で犯行に及んだ点から情状酌量の余地はないとして、小松に死刑判決を言い渡しました。今回の事件は、ギャンブルに溺れた無職の男が妻に愛想を尽かされ離婚を切り出されたことで殺人に及んだ事件として知られており、身勝手な動機で妻だけでなく自身の子供も殺害していることから、小松には多くの非難の声が集中しました。消費者金融放火殺人事件。消費者金融放火殺人事件とは、2001年5月8日に青森県弘前市に位置する消費者金融店竹藤が、事件当時タクシー運転手だった小林光弘によって放火された事件になります。1995年、
当時37歳だった小林は妻と一人娘を養うためタクシー運転手として日々の業務をこなしつつ、趣味にしていた競輪では1レースに1000円をかける程度に抑えるなど、ごく普通の真面目な社会人として生活を送っていました。そんな中、小林は自身の結婚式で仲人を務めた女性に200万円を貸し付けるよう頼まれるのですが、ちょうどその頃一軒家をローンで購入したばかりだった小林には200万円もの大金を貸せるだけの余裕がなかったため、小林は女性の頼みを断りました。ですが、女性が小林に対し消費者金融で借金をし、女性への貸付金を捻出することを提案すると、小林は自身の結婚式で受けた恩を女性に返すため、消費者金融で200万円を借り、その金を女性に貸し付けました。その後、消費者金融への借金を返済するために働く小林でしたが、200万円という大金を借り入れたことで小林の金銭感覚に狂いが生じ、次第に消費者金融から借り入れた金で趣味だった競輪を行うようになります。そして小林が初めて消費者金融へ返済を行った際に、月に5万円もの金利が発生していることを知り、小林は自身の給料では元本を減らすことが非常に困難であることに気づきます。その後、小林は労働によって得る金銭で借金を返済することを諦め、競輪による配当金で借金を返そうと考え、競輪に充てる資金の金策を行うために消費者金融で借金を繰り返した結果、100万円もの大金を競輪に費やしてしまいました。さらに、小林が借り入れた金でギャンブルを始めた頃、金を貸していた知人女性が亡くなった上、詐欺行為を行っていたことが判明し、小林は女性に貸すために捻出した200万円の借金を背負うことになります。その結果、借金の完済は不可能だと考えた小林は、自身の母親を頼り、母親が老後のために貯蓄していた金銭を切り崩し、自身が背負っていた200万円の借金の返済に充てました。ですが、小林がギャンブルによって作った借金は返済できず、次第に金利がかさんでいき、最終的に小林が自身で作った借金は280万円を超えました。そんな中、小林の父親が死亡したことで、小林は遺産として300万円を手に入れ、借金を全額返済できる目処が立つのですが、ギャンブルに狂っていた小林は遺産を全て競輪につぎ込み、すぐに300万円を失ってしまいました。さらに、遺産を溶かした小林は購入したばかりの新車を担保に60万円ほど借り入れると、その金を全て競輪に費やしたことで、小林は自宅以外の全ての財産を失うことになります。そして小林と妻は借金の担保となった新車を守るため、小林の母親から再び金銭的援助を受けるのですが、小林はその金をまたもや競輪に費やしてしまい、新車を手放さざるを得なくなったことで、ついに小林は強盗で金を得ようと決意します。その後、小林は青森県弘前支店の竹藤に押し入ると、混合油を店内に撒き散らし、金銭を店員に要求するのですが、支店長に金は出せませんと断られます。そして強盗が失敗したことで小林は錯乱し、店内に火を放ったことが原因となり、従業員5人が死亡する大惨事へと発展しました。その後、警察の捜査によって逮捕された小林は裁判にて死刑判決が言い渡されるのですが、今回の事件は真面目に勤務していた男が些細なきっかけでギャンブルに溺れていった結果、強盗に及んでしまった恐ろしい事件として知られており、ギャンブルの危険性を多くの人が認識することになりました。調布市祖父殺害事件。調布市祖父殺害事件とは、2017年2月15日に建築会社に勤めていた山本裕也が調布市に住む自身の祖父を殺害した事件になります。山本と祖父の関係性についてですが、山本は幼い頃に両親が離婚したことで祖父が山本の身柄を引き受けていた時期があったものの、山本の素性が非常に悪かったため、山本はほどなく祖父の家を追い出されました。その後、成長した山本は職を転々とする生活を続けており、パチンコを唯一の趣味にするなど、安定とは程遠い暮らしを送っていました。さらに山本は祖父が年金を支給されるたびに祖父の自宅を訪れ、パチンコに使うために祖父から金を借りるのですが、山本の祖父は孫が金を返してくれないと周囲に相談していたり、山本が当時働いていたホストクラブの元同僚たちからは借りた金を返さない人として知られていたりと、山本は家族や知人、消費者金融へ借金を返さずに金を借り続けた結果、数十万円の負債を抱えること
ることになりました。そんな自堕落な生活を送っていた山本は、2017年2月15日の夜に祖父の自宅にベランダから土足で侵入すると、金を貸してほしいと祖父に頼むのですが、借金を繰り返す山本に対して祖父は、お前は家族じゃない赤の他人だと発言し、山本の要求を断りました。そして祖父に拒絶された山本は激高すると、部屋にあったハサミを用いて祖父の顔を何度も突き刺し、頭蓋骨を貫通するほどの衝撃を祖父の脳に与え、祖父の命を奪いました。その後、山本は祖父の部屋から現金数万円を盗んで逃走し、知人宅で身を潜めていたのですが、現場付近に設置されていた防犯カメラが事件発生前後に山本の姿を捉えていたことや、山本の自宅から血のついたジャンパーが発見されたことで、警察は山本を事件の重要参考人だと考え、逮捕後に山本に対して取り調べを行いました。警察の取り調べを受けた山本は、当初関係ねえマジだるいと幼稚で身勝手な言動を繰り返していたのですが、逮捕から数日後に祖父を殺害したことを認める供述を行いました。この事件はパチンコに依存した男が知人からの借金を繰り返したことが原因となって発生した事件として知られており、山本が自身の祖父を殺害したにもかかわらず逮捕後に幼稚な言動を繰り返したことに多くの批判の声が寄せられました。またこれらのような事件を引き起こさないためにも、自身がギャンブルに依存していると感じた場合はすぐに専門の医療機関に相談することがギャンブル依存症を克服する第一歩になると考えられています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てギャンブルって怖えと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最近ツイッターめちゃめちゃやってるので、ツイッターのフォローお願いします。と、最近 VTuber チャンネルで生配信めちゃめちゃやってるので、 VTuber チャンネルの登録もよろしくお願いします。概要欄に全部載ってます。さよなら。はい、賢者なんですけど、いやー、やっと喉がちょっと治りつつあるって感じですね。はい、今ですね、すごい1週間ぶりぐらいに撮影、動画撮影2本して、まあ低めの声だったらね割と出るようになってきて、まあちょっと喉の違和感はあるんですけど、まあ、高い声はねまだ出ないんですけど、高い声だとね、みたいな感じで無音になっちゃうんですけど、はい、まあまあまあ無理せずちょこちょこね撮影復帰していこうかなって感じです。はい、いやー結構辛かったですね、この1週間。しかもゴールデンウィーク丸かぶりっていうね、生配信とかもいっぱいしたかったけど、まあ一切できず、もうただただ引きこもるしかないというそんなゴールデンウィークだったんですけど、もう無茶もできないからですね、声も出せないから、まあ、人にも会えないから、もう引きこもるしかないという、はい、感じでしたね。まあその代わり今後に向けてのね、いろいろチャンネルとかね活動に向けての準備はいろいろできたんで、まあ、今後ゴリゴリにやっていこうかなと思うんですけど、はい、でこのね喉がねなぜこんなにいかれちゃったのかっていうね、実は原因となったね撮影というかですね、まあちょっとありまして、まあがなり声をね出しすぎたっていうのがあって、まあ何それってなってると思うんですけど、それについては今後また出てくる動画で、あ、これが原因だったんじゃないみたいなのが出てくると思うので、まあ、その動画はそれはそれで楽しみにしてください。僕の喉を、喉の殺したののそうですね、喉の人引き換えに、できた動画があるので、はい、それ楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、ということでした。さよなら。